メイングランドコンバットシステムは、欧州主力戦車、欧州戦車、レオパルト3とも呼ばれる2012年に開始されたフランスとドイツで配備中の主力戦車ルクレール及びレオパルト2の後継機開発計画である。計画は2016年から構想段階にあり、2017年までに構想を完了する予定であった。新戦車開発の前提条件は、 性能が向上した新手法の開発である。ドイツの軍需企業ラインメタル社がこの計画に参加し、レオパルト 2A6 で導入されたラインメタル 120mmL55 よりも優れた性能を持つ新手法を開発を開始した。2016年のユーロサトリでラインメタル社が L51130mm 格好法を発表した。 新戦車は2035年に配備予定。MGCS 計画の第一歩は、出独両国が次世代戦車を共同開発できることを示すための技術デモンストレーター作成であった。2018年6月11から15日に、フランスのパリで開催されたユーロサトリーで、KMW、ネクスターディフェンスシステムズ社は、レオパルトにアンペア7の車体とルクレールの 軽量化された、砲塔内、要因2名の砲塔を組み合わせた、主力戦車、ヨーロピアンメーンバトルタンクを初展示した。欧州主力戦車、または強化主力戦車は、ドイツのクラウス・マッファイ・ベクマンとフランスのネクスター・システムズの合併企業である、KMW ・ネクスター・ディフェンス・システムズの最初の製品である、レオパルトニアンペア7の車体トルクレールの砲塔の、フォトモンタージュ。 エンジンとシャーシを含む車体は68トン、積載可能なレオパルトニアンペア7から流用されており、ルクレールからの自動装填装置を装備するコンパクトで軽い砲塔を搭載するように回収された。ネクスターの走行機動車両プログラムの責任者であるフランソワ・グロシャニーによると、この戦車の利点は、レオパルトニのシャーシと軽量なルクレールの砲塔の非常に高い能力を備えた。 組み合わせである。砲塔は自動装填装置を備えており、出荷の場合に乗組員を弾薬庫から隔離するのに役立つ。乗員2名のルクレールの砲塔は、乗員3名のレオパルト2の砲塔よりも約6トン軽量である。車両が軽量なため、重い戦車では通過できない橋梁を通過できる。フランスのメディアは、 イタリアがインブットの取得に関心を表明していると報告している。さらに、ポーランド国防省は、この計画への参加に関心を表明し、EU の工場的構造を防衛協力及びその他の欧州防衛基金へ参加を要望した。ありがとうございます。